純、お隣の神宮寺さんよ。白崎純です。その本面白い。しかしよくジャンルが偏らないよな。僕はなかなか広がらないんだよ。何、ちょっとは意識しちゃう？一応言っておくが、私は変態じゃない。誰よりも早く問題を解いて見直しなしで1位取る方が面白くない？タイムアタックだよ。ちょっとゆるい。ムカつく。ブラウスがゆるいのはどうなの？ムカつく。いきなりじゃない、ずっと好きだったって言いたかった。運と実力を手に入れて、そして思いを告げるのだ。エリエリレマッサバクタニ。神宮寺直りは化け物か。じゃあ神宮寺ルミはおバカさんですってことで OK？ バカロリー先生がそんなこと気にするの珍しいじゃん。追試までよろしくってことで。ザキ先生、工作活動には最大限協力するよ。工作って？彼氏、そして彼女、甘美のその響きは私を有頂天にさせた。今日で終わりにしよう。彼女としてのこれが最後のお願い。え？直りと付き合って。可愛さは全てにおいて優先されるの。大丈夫？顔赤いよ。純にしか頼めないからこうやってお願いしてんじゃん。今さらそんな話されても。こうして双子に生まれて同じ男の子を好きになった。これで公平に戦えるでしょ、お姉ちゃん。恋は双子で割り切れない。